ライムントフォン・シュティルフリートライムントフォン・シュティルフリート撮影によることを奏でる女性画家としての作品ウィーンのホーヘマーケットライムントフォン・シュティルフリート男爵はオーストリアの写真家父はアウグスト・ビルヘルム・フレーヘア・シュティルフリート・フォン・ラテニッツ母はマリア,アンナ・ヨハンナ・テレジア・バルブルグ・グラフィンクラム・マルテ曽祖,祖父にはフランス革命初期に 反革命陰謀を企てたトマド・マイド・ファブラ公爵が、元祖父には、アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルク・ホイム・公、カール・ルート・ビヒがいる。職業軍人であった父の遺構で若くして軍に入ったが、反発して18歳の時に家を飛び出し、世界中を放浪した。この間がアメリカで、写真術を学ぶ。1860年代の初頭から中頃にかけ、 貿易の仕事で少なくとも二度日本を訪問している。1869年、オーストリアの通商施設と共に再来日、そのまま横浜に居を構えた。横浜でフェリーチェベアトに本格的に写真術を学んだ後、1871年、シュテルフリート商事という写真スタジオを設立。1875年には、ヘルマン・アンデルセンとの共同経営となりシュテルフリート、 アンド・アンデルセンと名称変更した。写真家としては、明治天皇盗撮事件を起こしたり、モト県作りの後を受けて開拓市に雇用されて、北海道の撮影旅行を行ったりした。また1873年のウィーン、万国博覧会や1876年のフィラデルフィア万国博覧会にも、作品を出展、国際的にも名前が知られるようになった。 1870年代後半に、シュテリフリートは、ダルマチア、ボスニア、ギリシャへの撮影旅行に出かけている。特徴は、彩色写真で、これをマキ絵やラデンザ細工などを施した、豪華なアルバムとして、主に外国人向けに販売した。着色技師の一人に、後に写真家として、なおなす草壁金麗がいた。他にも多くの日本人写真家を育てた。 1877年、シュテルフリートアンデルセンは、ベアトの資産を受け継いだ。1884年に、資産の多くを、弟子の草壁近米に売却し、日本を離れ、アジアを転々としながら、オーストリアへ帰国した。帰国後は、皇帝付の宮廷画家となった。2009年には、就航140年を記念、ウィーン世紀末展が日本で開催されたが、 シュテルフリートの画家としての作品、ザンクとしてファンダイ聖堂が展示された。なお、シュテルフリートアンデルセンは1885年まで営業を続けていた。ありがとうございます。